彼が家に帰ってくる前にお酒を飲んでたら気づくのか検証。なんで？ああ。終了。せーの、さあ始まりました。少量チャンネルの翔太です。りょうです。少量です。はい。というわけでですね、今日はですね、何をするかと申しますと、彼に検証をしたいと思います。で、何の検証をするかと申しますと、彼が家に帰ってくる前にお酒を飲んでたら気づくのか検証をやっていこうと思います。イエーイ。はい。というわけでですね、今日はですね、そういう回にしようかなと思うんですけども、これお酒用意しちゃいました。氷結とストロングゼロ。で、僕、割かしお酒飲んでもそんなに、まあ、酔わないというか、あれなんですけども、体調が悪い時はちょっと酔うんですけど、まあでも体調悪い時飲まないんですけど、はい。まあお酒飲んで彼が酔っ払ってることに気づくのか、で酔うかな？酔わないかもしれないけど、まあまあ酔うと思うんですけど、はい、やっていこうと思います。レッツゴー。ひょにょ。というわけで飲んでいきましょうかね。もうすぐ帰ってくるみたいなんですけど、ちょっとしばらく飲んでみようかなと思います。うん、うまー、おいしい。あー、おいしい。どうだろう、酔うかな。うまいな。どうする？何の話する？あ、最近ですね、なんかコメント欄とかで、お酒飲みすぎじゃない？みたいなコメントがあるんですけど、お酒の量はずっと変わってなくって、お酒を飲むシーンが増えた。飲むのが撮影と重なったっていう感じ。です。まあ、そうだ、趣旨言うの忘れてたね。この後ね、りょうが帰ってきてご飯食べるんですけど、ご飯食べてる時に、え、もしかして酔ってる？みたいな、なんか疑われたら、りょうの勝ち。で、疑わないで、ご飯を食べてごちそうさまあたりになったら、僕の勝ち、みたいな感じでやっていこうと思います。どうだろう？多分大丈夫だと思うけど。うん。楽しみ。お腹すいたな。お腹すくわ。あー、うん、うまいうまい。ちょーや。あー、うま。まあなんかそんなにどうだろう、酔えないかも。まあでも、わかんないな。酔うかもしれない。なんか酔っ払うと舌がね、回らなくなるから、それはもう酔ってる証。それはもう酔ってる証だから。終了。うまそう。うまそう。翔太くんってこんなに美味しい料理作るんだね。そうなんだ。美味しい料理作っちゃう。何そんな独り言言ってんの。おいしそう。よいしょー。さっぱりしたー。おいしそう。ビールくださーい。焼肉の種もください。ありがとう。これさ、はい、ん、そのままかけちゃう。うん、いいよ、そのままかけちゃう。おいしそう。もう飲んでいい？どうぞ。乾杯。はーい。翔ちゃん飲まないの？うん、俺はいいや。うん、さて、はい、せーの、いただきまーす。おいしそう。おいしそう。うまそう。ね。ね。熱そう。熱いよー。美味しい。うん。いただきまーす。あ、うま。うん。いただきまーす。うん。うーん。う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 ん。美味しい。うん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 、うん、いい音。うん、うまーい。いや、何の動画なの今日。ん、今日は何の動画なの。何の動画。うん、カメラ、 Vlog、 Vlog。 うん、俺らインスタグラマーじゃん。そうなの。知らなかった。ひょにょ。そう、俺らインスタグラマーだからさ、普通に食べてるだけでいいよって言ってたから、うん、何だろうって思って、うん、
普通でいいの。おしゃれな人ってさ、うん、身から出るものあるじゃん。ああ、そう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 。内から出る。そうそうそう、ね、秘めてるものみたいな感じ、うんうん、だからさ、あの俺らはそのままでもいいかなって思って。大丈夫ですか？そんなこと言っちゃって大丈夫ですか？嘘です。嘘嘘。うん、うん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 。ベコンもあるんだよ。うん、ハム半分ですよ。うん、うん、ハムずつなの。うん。あ、もっこかばこ、もっこかばこ。あ、うん、大丈夫よ。お米もおかわりあるから。うんうん、あった。うん、おいしい。うんうん。終了。どう、最近は忙しいの？部署が変わる。あー、まあ忙しいは忙しいかな、うんうん、ずっとパソコン業務して。まあこの時期大変だよね、辛いよね、うん、新しく入社した子とか。うん、辛い時期じゃん。そうだね。お客様状態というかさ、うんうんうん、何もわからない状態でさ、うんうんうん、でもいなきゃいけないしさ、みたいなさ。そうだね。しんどいよね。しんどいと思うけど頑張ってほしいな。うん。入社早々そうそうさ、テレワークみたいな人もやっぱいるのかな。うん、いるでしょうね。ね。何も教わってないみたいなさ。ね。ね。寂しいと思うけど。暑い。暑い。うん。うん。美味しい。うん、うん、エゴマ最高。よかった。なんかテンション高いでしょ。ほんと？あの、いつもじゃん、いつもじゃん、いつもだよ。あ、いつもいつも。そうね、カメラが回ってるからね。いや、違うよ、いつもだよ。でもなんか帰ってきた時からさ、テンション高いなと思った。ほんと？うん、うん、なんかいつもさ、うん、お前れ、嘘、やめてよ、嘘、それは嘘。そんなことないもん。そんなことないじゃんよ。そんなことないもん。そんなことあるよ。ん？そんなことあるよ。そんなことないよ。じゃあ今日なんか、ただいまっつったら、うん、あ、おかえりーみたいな感じでテンション高めてさ、うん、台所までさ、うん、台所じゃないか、玄関までさ、出てきたじゃん。やめてー。普段、一歩も動かないのに。そんなことないもん。そうかな。あ、暑くなってきた。暑いよね。うん。ちょっともうちょっと我慢して。うん、大丈夫よ。うん。何、どうしたの？うん、うん。そのご飯いただいていい？どういうこと？あーんで。じゃあ俺も。なんだその目は。普段そんなしねえだろ。じゃあ大丈夫。普通に食べればいいじゃん。うん、じゃあ。おいしい。ひょにょ。おいしいね。うん、うん、うん、なんでそのため息つくの？何がよ。なかった。ため息じゃないっていつも言ってんじゃん。呼吸だよ、呼吸。でも今の明らかにさ、はぁーみたいな感じ。なかった。大丈夫。大丈夫。心配。呼吸って言ってんのに、いつもなんかため息っていう、うん、それもネガティブな感じだよね。そうか、うん、途絶え方じゃん、うん、途絶え方。あ、そうね。うん、暑いね。なんかちょっと顔赤いよ。ほんと？なんかもう付き合いたてみたい。は？顔やめてよ、その顔やんか。終了。いや、付き合いたてのままでいたいよね。あ、そうね。そのくらいの気持ちでね。もう大事。忘れたけど、そんな。忘れんね。覚えてる？そういうの。そういう感覚。感覚はもう忘れない。だよね。うん。ですよ、そりゃ。まあ、そういうもんですよ。そうね。それでいいのよ。月日が経つっていうのはそういうことなのよ。そうね。うん。毎日ほら、記憶なくす映画とかであるじゃん。はいはいはい。まあまあ、それはそれで大変だけど。そんなこと言ったら俺毎日、人見知りになっちゃう。ああ、そうね。うん、超無理。無理無理。毎日一目惚れするって無理だよね。そうだね。うん。うん、ああ。どうしたの？ため息じゃないよ。うん。うん。呼吸。うん。うん。終了。何？俺が帰ってくる前に飲んでたとか？何が？
お酒飲んでた？なんで？なんか今日顔赤いしさ。本当？でも一緒にいなきゃ飲まない約束ですから。そんな約束したっけ？してるじゃん、してるじゃん。そうなんだっけ？そうだよ。だから飲んでないもん、りょうとりょうがいる前じゃなきゃ。うん、なんかふぅーみたいな重くない？本当？うん、呼吸なんたらの呼吸。そう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 、ヨガできることそれ。あ、そっちの話。そうそうそう。あ、じゃあ、うん、ちょっとお酒持ってもらっていいですか。うんうん、乾杯。ほら何が、え、どうした、飲んでんじゃん。おおおおおお、水だと思った。わざとらしいあ、さっきのさ、はい、うん、あーみたいなやつ絶対飲んだでしょ。いや、そうですね。あ、美味しいね。はい、すいませんが、すいませんでした、はいというわけでですね、何その開き直り。いや、今回はですね、実は何、まあただ食べてるだけじゃそんな。そうよ、実はおかしいなと思ったもん。はい、お酒を飲んでて、うん、酔ってることがバレないか選手権してました。なんかいつもよりちょっとだけテンション高いなと思ってる。うん、うん、はい、なので、はい、そんな感じでした。だって言うてそれ一本だけ飲んだの、うん、これと氷結。あはロンちゃんがね、それで酔うわけないもんねテキーラ終了。ね、C じゃないんだよ、本気じゃないからだはい、というわけで今回は、あ、そういう、こういう、そういうことね。はい、というわけで今回はですね、はい、こんな感じで終わろうと思います大丈夫、もう大丈夫、酔っ払ってる、大丈夫。はいはい、うん、今の切れちゃった。はい、はい、うん、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思いま す。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、ディクボットもお願いしますではまたまた、もう俺も酔っ払ってるかもしれない。うん、まだまだこれから。